隠しといてないと。あれ外したから、空気外したから。ツバメの巣がどこにあるのこれ。ツバメの巣がどこにあるのね。いっぱい飛んでるもん、ツバメが。そこにいっぱいツバメ飛んでるやろ。はい、こう。大変お待たせいたしました。本日は中央アルプス観光駒ヶ岳ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。それでは標高2612メートルの日本で一番高い駅千畳敷駅を後にして平尾台駅へと下っていきます。1月中旬から8月中旬には高山植物を観賞しながらの登山、秋、9月下旬から10月上旬には大変美しい紅葉を見ながらの熱湯、そして冬、12月から3月には辺り一面の雄大な雪景色、そして日本の南極の向こうには富士山からのご来光、別名ダイヤモンド富士を望むことができます。ほらこれ全部そうじゃん、これだけ看板だけ看板。先行方向左手にエクスプレスが流れております。白樺のような気がする。白樺のような気がする。赤っぽいもんね。そうか、だけ看板。やっぱり街が見えてるな、ここだ。この足をぶっ切れに出して。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。これそうじゃないか。まもなく進行方向左手に上りのゴンドラがやってまいります。すれ違うところが当ロープウェイの中間点となっています。それでは中間点すれ違いです。進行方向左手をご覧ください。すごい少ない。ガタンってなるな。今日の帰ってビール美味しい。スパークリングもスパークリング。スパークリングは無電気バスで暮らしていただきますと、駒ヶ岳高原には数多くの観光スポットがあります。春には。しだれ桜の名所としても有名な高原です。春から秋にかけてはテニス、パターゴルフやバーベキューなど家族みんなで一日楽しめる家族旅行村。冬にはインターから車で約10分の駒ヶ岳高原スキー場、また家族旅行村の隣には南アルプスが一望できる通年営業の日帰り温泉、露天こぶしの湯など一年を通してお楽しみいただけます。高校生でおりましたのは大滝でございます。またしばらく下ってまいりますと右手には日暮らしの滝をご覧いただけます。
ここ中央アルプス木曽駒ヶ岳は地元の中学生が学校行事の登山で登る山としても親しまれております。また本岳、宝剣岳、中岳など中央アルプス中心部の連山を包括して地元では西駒と呼んでおります。西駒っていう、当ロープウェイは通年営業を行っています。春のスキー、夏のお花畑、秋の紅葉、冬の雪景色と四季を通じアルプスの大自然は皆様方のまたのお越しをお待ちしています。まもなく白見平駅に到着です。ご乗車ありがとうございました。JR 駒ヶ岳行き、お帰りの定期バスが毎時10分待っておりまして、次の定期バスの発車12時50分となっております。お時間お間違いのないよう、またお乗り遅れのないようお気をつけくださいませ。大村がホームに入り固定される際揺れますので、お足元にお注意ください。また落とし物、これが着くたびにバスが出てくれるよ。今一度お確かめくださいませ。本日は中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございました。上まで行かないね、設計の上まで。それと考えるとそれ、今日みたいに走ってんだもんね。